ドイツ破ったスペイン敗れたドイツの悲痛の叫びがこちら。現地時間5日、欧州選手権2024の準々決勝が行われ、ベスト16でデンマークに勝利したドイツと、ジョージアに勝利したスペインが対戦。2008年大会の決勝と同カードとなった。試合は前半8分。クロースのタックルを受けたペドリが負傷。ダニ、オルモと交代するアクシデントがあった。スペインは早々に交代枠を一つ消費することに。序盤からスペインがペースをつかみドイツゴールに迫るも、ドイツも徐々に盛り返し、ハバーツが決定的場面を迎えるも決めきれず、スコアレスで前半を折り返した。後半に入りスペインはノルマンに変えナチョー、ドイツはサネに変えビルツ、エムレ、ジェンに変えロベルト、アンドリッキを投入。後半6分、いい位置で受けたモラタからヤマルにつなぎ、サイドから丁寧なグラウンダーのクロス。それをダイレクトでダニ、オルモが決めスペインが先制点を挙げた。追いつきたいドイツは猛攻を仕掛けるも1点が遠い。対するスペインも追加点を狙うも決めきれず。このまま試合終了かと思われた後半44分。左サイドからのクロスをキミッキが頭で落としフロリアン、ビルツがシュート。これがスペインゴールをこじ開けドイツが土壇場で同点に追いついた。試合は延長に突入。お互いチャンスを作るも得点がなかなか奪えず PK 戦も見え始めた119分。ダニ、オルモのクロスを見ける、メリーノが頭で合わせ勝ち越し。スペインが120分の激闘を制しベスト4へ駒を進めた。激闘の末敗れたドイツサポからはハンドを取ってくれていれば。審判が試合を壊した、さようならクロース、またベスト16だ、勝てた試合だった、と落胆の声が上がった。スペインはベスト4でこの後行われるポルトガル対フランスの勝者と対戦する。今大会ベストバウトだろ。起きててよかった。これでもなんでハンドじゃないん。面白かった。なんで日本この2カ国に勝てたんだよ。レフェリーの基準がわからん。まあいつも通り。クロースもう少し見たかった。優秀のビトはいかなかったか。ペドリの手が大丈夫かな。今大会絶望みたいだけど。ダニ、オルモ投入ドンピシャ、キレキレエグかった。ドイツの復活はもうちょい先か。クロースお疲れ様でした。こちらは世界のフットボールにチャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。